日産自動車が韓国からの撤退を検討しているとの報道があり、ネット上で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は日産自動車が韓国撤退を検討の話題です。わずか58台。 A フィナンシャルタイムズ氏は、関係筋の話として、日産自動車が韓国からの撤退を検討していると報じました。韓国では日韓関係の悪化を受けて、日本製品に対する不買運動が起きており、日本の自動車メーカーの韓国での販売台数は8月は前年同月の半分以下にとどまったとのこと。日産も大きな打撃を受けており、韓国輸入自動車協会によると、日産の8月の韓国での販売台数はわずか58台で、前年同月比 88% 減少したとのことです。日産では過去数ヶ月間にわたって韓国での自動車販売を続けるべきかどうかを検討してきましたが、日韓関係の悪化を受けて議論が加速したようです。この話題にネット上に様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。ネットの反応。むしろまだいたの？素晴らしい。おせえよ。韓国に進出している企業、日本の未来を考えるなら、バラバラの動きでなく、すべての日本企業が韓国から撤退するといえば効果がある。そのぐらいしないと、反日差別はなくせない。韓国では日産の販売台数少ないのよ。だから撤退しても影響ないと思うよ。これは日産の勝利になる。日産復活するかもな。とっとと撤退しようよ。他の日本企業もこれ以上嫌な思いをする前に撤退しろ。そういう態度を取れば日本が必要だったと内心後悔するから、奴らは。58台？撤退してももうほとんど何も変わらないんじゃないでしょうか。撤退すれば韓国でかかっている経費も減るでしょうし、もたもたせずに引き上げた方が後世のためにも賢明。関連会社も一斉に売上減は日韓関係の影響あるかもしれませんが、全てではないような気がしますけどね。株主として一言、撤退しましょう。やっちゃえ、日産。韓国の思惑通りでよかったすな。まだ撤退していないことが無能だと、日産はそろそろ気づいた方がいい。本格的に日系企業の撤退が進み始めたな。韓国は商売やるにはリスクが高すぎるので仕方ない。今回一時的に悪くなってるだけじゃなくて、今後も繰り返す公算が高い。日産、日本産、これは不買対象不可避ですわ。賢明な判断ですな。他の日本企業も韓国から撤退するべき。いきなり資産差し押さえやら身柄拘束やらされるかもしれんからな。とっとと引き払いよ。というか韓国の市場規模考えたら、リスクとリターンが完全に釣り合い取れてない。中国なら多少のリスク覚悟で進出するのはわかるけど、そもそも数少ない反日国家で商売をするって何の実験なのか意味がわからない。韓国から撤退。なぜか韓国以外の全世界で爆売れが始まるとか、逆法則が発動する予感。全企業撤退でいいけど？ 58 台買ったやつ。まだ撤退してないとか、カントリーリスクの管理レベル低すぎだろう。代わりにゴーンを韓国に置いておけ。帰っちゃえ、日産。
度撤退したら一般的に次はないですからね。永遠になくていいです。法則だと日産こっから伸びるのかな、ちょっと楽しみ。さっさと逃げないととんでもないことになりそう。石を捨てて逃げて。ルノーもダメなのに韓国に日産が残る必要ないでしょ。よし、その決断が日本の未来をいい方向に牽引するぞ。今こそやっちゃえ、日産。いい判断だ、株価上がるぞ。遅っ。迅速撤退し、被害を最小限にとどめるべきです。祝。一日も早い撤退で被害を最低限にしてください。撤退した方がいいと思います。部品も韓国製を使うのやめてほしい。これだけ半日やっている国のパーツって正直怖いです。日産の株買っちゃおうかな。逆法則で爆上げ来たら信者が増えそう。今度こそやっちゃえ日産を期待しましょう。韓国はもうやばい。早く撤退しておいた方がいいよ。日本企業が韓国に拠点を置くメリットが何もない。完全に撤退、断交した後は大使館もいらないのでは？もう先がないんだからみんな帰ってきたらいい。万歳。やったね、日産。以上がネットの反応です。こんなにも韓国撤退に支持する声が多くて思わず笑ってしまいました。むしろ撤退を称賛するかのようですね。ここは総合的に見てもやはり撤退した方が良さそうですね。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。